こんにちは皆さん、本日は私からご説明する事項は3点あります。はじめに2019年の第一四半期決算についてご説明いたします。お手元の決算短信と決算概要をまとめた参考資料を適宜ご覧いただければと思います。当第一四半期の営業収益については現物の売買代金が前年同期を下回ったことなどから前年同期比4億円減、率にして 1.7% 減の290億円となりました。この結果損益については営業利益は前年同期比11億円減、率にして 6.7% 減の162億円、四半期利益、親会社の所有帰属分でありますが、これは9億円減、率にして 7.8% 減の107億円と、減収減益の決算となりました。また、公表しております業績予想に対しては、若干下回ってはいるものの、おおむね想定の範囲内にまだあるという感じでございますので、なお、決算の詳細につきましては、後ほど事務局においてご確認いただきたいと思いますが、見通しについては変えるということではなくて、そのまま維持しているというところでございます。次に、次期デリバティブ売買システムの開発ベンダーの決定、選定についてご説明いたします。機動的な商品、機能追加を実現し、ビジネスの発展に貢献する、ローンチタイムリー、というコンセプトを最重要目標として本年4月より開発ベンダーの選定を進めてまいりました。今般開発ベンダーをナスダックテクノロジー AB と株式会社 NTT データとすることに決定いたしましたのでお知らせいたします。今回の次期デリバティブ売買システムのリプレースは中期経営計画の重点戦略として掲げる次世代に向けた市場の形の追求を実現するため、環境変化、ニーズに即したマーケットプラットフォームの構築を目指す取り組みでございます。本件につきましては、2021年度第3四半期の稼働に向け、今後速やかに開発に着手し、市場関係者の皆様のご協力をいただきながら、プロジェクトを進めていきたいと考えております。3点目でございますが、東京商品取引所との経営統合の締結および同社株式に対する公開買い付け、TOB についてご説明いたします。本年3月28日に公表いたしましたとおり、当社と東京商品取引所は、総合取引所の実現及びそのための経営統合に向けたさらなる検討を進めるため、基本合意書を締結いたしました。その後、デューディリジェンス及び TOB 価格の協議を両社のアドバイザーを含めて行い、本日、両社の取締役会において、経営統合契約の締結及び TOB について決議いたしました。今後は8月1日より普通株式1株487円で TOB を開始し、予定通り10月1日付での経営統合を予定しております。なお、東京商品取引所の取締役会においては、本 TOB について賛同表明及び応募推奨を決議いただいております。また、TOB 価格の協議と並行して、実務面、システム面で両社が精力的に協議を行った結果、大阪取引所への商品移管を来年7月をめどに行うことといたしました。本日、それに向けた制度要項を公表いたしたところでございます。その他の諸条件につきましては、基本合意から変更はございません。なお、TOB や制度要項などの詳細につきましては、後ほど事務局にご確認いただければと思います。私からの最初のご説明は以上でございます。